それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、浅い関係性の恋、あの人から声をかけてくれますか？つまりはアプローチしてくる可能性はありますか？ということで見ていきます。よろしくお願いします。1番の方、エンジェルソングのカードですね。では早速見ていきます。まずはシャドウキャットのカードから、今そのお相手が浅い関係性なんですが、あなたについてどんな印象を持っているのかっていうのをもらっていきます。ここ1枚カードをもらっていきます。あなたに対する印象ですね。そしてそのお相手の方からアプローチをしてくる可能性はあるかどうかっていうところをもらっていきます。まずはどんな印象を持っているのか、はい、もらっていきます。追いかけるっていうカードが入っていますね。ちょっともう1枚もらいます。追いかけるっていうのはどういうことかな、その相手から追いかけたいと思っているのか、それともあなたがっていうところで見たいなと思ってもう1枚出したんですけど、誓い合うっていうね、素晴らしい、はい、カードが入っていますね。これギュッとしていてね、すごくいいですね。そして追いかけるなので、やっぱりこのお相手の方から追いかけたい、追いかけてるんじゃないかな。浅い関係性なんですけど、ね、お相手もあなたのことを気にしているんじゃないか、気にかけている、気になるなとかね、姿を目で追っていたりとか、だから視線を感じたりとかしている方もいるかもしれないですね。そしてタロットカードから、あの人からアプローチしてくる可能性があるのかなっていうね、お相手からの動きっていうのを見ていきます。ただこのカードがね、すんごくいいカードで、パートナーシップを結びたいっていうのがストレートにメッセージとして入ってるので、今それを目標としてお相手の方も動きたいって思ってるとか、あとやっぱり好きとかっていうのも入ってくるから、一度は諦めようって思ったお相手もいるかも。だけどね、やっぱりあなたと結ばれたいんだっていう気持ちが強くて、それで今行動に起こすっていうのがもう伝わってくるんですけど、じゃあ実際どうかなっていうのをもらっていきましょう。どうでしょう、この人の方からアプローチをしてくる可能性はどうでしょうか。今回もタロットカード7枚出して見ていこうと思います。で、アプローチしてくる可能性ですね、ここに焦点を当ててもらっていきます。はい、ではこちらの7枚で今回見ていきます。で、もうすでにここにワールドが入っているので、2人の思いって結ばれたんじゃないかなっていうのが可能性として入ってきます。そしてやっぱり好きで追いかけてるっていうのがあるから、どうでしょう、浅い関係性なんだけど、お互い両片思いのようなね、そんな時期があったんじゃないかな。それかもうすでにお互いの気持ちは通じ合っているようにも感じます。あなたからも深い愛情っていうのをお相手受け止めていますし、感じてるんですよね。もちろんね、恋愛対象としても入ってるし、魅力的だっていうのもお相手感じているんですね。一つになっていきたいって、誓い合いたい、交際を申し込みたいとか、つながりを求めていきたいっていうところは入っています。じゃあ動くのかって言ったら動きます。だけどっていうところはあるので、ポイントを押さえていきましょう。この人からの動きを期待してください。まずね、一つ言えるのは、だからその動き、お誘いとかを待ってから、どう動いてきてくれるのかなっていうふうに見てくださいね。ただこの方の中でなんかね、こう努力が必要ですっていうのが入ってくるんですよね。アプローチしていくために何かしらの実績だったりとか、なんかこう成果物ですね、を作り上げていかなきゃなっていうところがあるんです。達成していくのがまず目的ね、目的、そうか、あなたにお誘いしていくために何かしらっていうのが入ってくるので、例えばね、連絡先交換してない、
たとしたら連絡先をゲットする必要があるっていうことです。それは一つの成果物ですよね。連絡先番号とか ID とかっていうのは形あるものなので、それをこうゲットしなきゃなっていうのが課題として入ってるんですね。そしてここカップの7番なので、このお相手の中でこのゲットするまでの間に少しこういろいろ迷うなっていうのが入ってきます。多少迷いとか、どうやって聞いたらいいかなだったり、自信がない、いやいけるかもとか、この方なりにいろいろ考えるっていうのが入ってきます。だけど考えてばっかりだと何も始まらないから、やっぱり自分で動こう、決めたっていう風になっていく流れです。だからこの方の動きをまず待ってください。で、最終結果にペンタクル6番があるから、お互いで歩み寄っていく姿勢を見せていく、そしてかなりね、ここね、形あるものを作り上げていくっていうのを意識されるといいんじゃないかなと思うんですね。バランスよく、バランスを見てね、やっていこうっていうところですね。お相手もそれを考えている。なので浅い関係性だから、立場があるとか距離がある、一定の距離ですね、ここからどう縮めていくのかっていうところがこの方のテーマだし、あなたにとってもテーマだと思います。立場があるんですよね。先輩後輩とか上司とか、そうですね、社長と社員だったりとか、店員とお客さんだったりとか、先生と生徒とかね、そういう関係性、または距離がある、一定数の距離があって、そこからなかなか縮めていけない、 SNS 上の関係性でリアルに発展していけないとか、その距離感を感じます。そこをどうやって詰めていくのかとか、どのように表現していく、愛情表現をしていくのかっていうのがこの方の今考えていることですね。でもずっと考えていても、ここのね、誓い合うっていうパートナーシップを結ぶところにはたどり着いていけないから、だからこの人の中で今動こうとか、もうね、迷うのやめて決めていこうっていうのがあるんじゃないかな。自信持ってほしいんですけどね、本当はね、ここにワールドが出てるので、今までの流れ見ていくと、2人のね、この気持ちを大切にしたいとか、自分で考えていること、あなたを守りたいとか、この距離感だったり、あなたとの関係性を守りたいっていうところから、自信っていうところにね、つなげてほしいんですけど、自信ではなくて、なんかね、今の距離感をあえて保とうっていう風に思ったって決めたっていうお相手もいたのかもしれない。あえて守りの姿勢というか、攻めではなくて守りに入ってしまっていたところもあったかもしれないんだけど、ぜひこれをね、自信に変えて、このあなたから思われてるんじゃないかっていうね、自信過剰じゃないよ、大丈夫だよっていう風に思っていただいて、お相手動いてほしいなと思ってます。動きはね、ありますから、じゃあこの後っていうところなんですよね。じゃあこの後なんですけど、どんな風に動いてくるのかって言ったら、まずね、その形あるものっていうのを求めてくると思うので、連絡先の交換じゃないかな、与えるもの、与えられるもののこの循環がうまくいくっていう風に出てるので、あの、声かけして返事してとかっていうやり取りですよね。連絡先交換しませんかって、自分のだけ渡すんじゃなくて、あなたのも教えてくださいっていう感じで教え合う。そしてそこから連絡し合ってっていう風にね、徐々に形取っていくっていう流れなんじゃないかなと思うんですね。かなりこのバランスってところをお相手は気にされると思います。アプローチしっぱなしじゃなくて、レスポンスが欲しいとかね、あとお互いの環境だったりするのかもしれない、バランスのカードが入ってますからね。じゃあここに1枚カードをもらっていって、あなたへのアドバイスね、あなたがお相手に対してどんな風に向き合っていけばいいのかなっていうアドバイスと、で、あとはもう一個こちらのカードから、お相手があなたに伝えたいこと1枚もらっていきましょう。十分あなたの愛情はお相手に届いています。浅い関係性なんだけれども、でもその関係性の中で十分伝えれるものを伝えてるし、受け取ってもいるんじゃないかなと思います。お相手があなたに伝えたいことで1枚もらっていきましょう。まずはここ忍耐っていうカードですね。ここ、炊き上げていますね。
今は忍耐が必要ですとか時間がかかります、だけどそれは成功へ導かれるためのこの期間であります、だからすぐに物事が動かないかもしれないけど、この間ね、じっと耐える時間も必要だ、または待っていてほしいっていうお相手のメッセージかもしれません。まずその耐えるっていうことですね、耐える力、耐え抜く力っていうのをね、すごく強くお相手の方があなたに伝えたいよって、待っていてほしいっていうことかもしれないですよね。その追いかけているからなかなかね、物事が動かないかもしれないけどとか、時間がかかるかもっていうのが入ってくるので、でもそれでもね、この人の動きを待っていてほしいっていうことだと思います。まずは待ちましょう。そしてストレスや困難なことっていうのも、忍耐強く耐え抜いていくことによって、そこから抜け出していける。お相手からのメッセージなので、やっぱり待っていてねっていうのがね、必要かな。そしてあなたが今何をしていったらいいのかって言ったら、許可のカードが出てるんですね。忍耐に加えて、それを許可してください、受け入れましょうっていうカードが入ってきました。この許可、そうですね、お相手が待っていてほしいっていうのを受け入れる、認めていくっていうことも、そう、そうなんだって、時間かかる、もうダメだじゃなくて、よし分かった、ここは私もね、粘り強く取り組んでいこうとか、自分からもお相手が動いてきた時に、あ、そうなんですね、私もなんですって言えるような、切り返しできるような準備しておくとか、ここバランスや調和とかを表すペンタクル6番が入ってるので、何か言われたら同じ分のことを返す、感謝されたら同じ分感謝し返すとかね、っていうことがここね、循環うまくいくようにっていうカードが入ってるので、自分自身でも受け入れるっていうことかもしれません。あなたに送られたメッセージは許可です。日頃から何とかしなければいけない、何々しなければいけないと思うことはないでしょうか。実は宇宙の法則ではそんな義務は存在しないのです。人間はもっと自由であり、思うままに生きることで真の自分として輝くことができるのです。あなたももっと自由に生きることを自分自身に許可してください。最初は罪悪感があるかもしれませんが、やがてそれも思い込みだったことに気がつくでしょう。そしてあなたが自分自身に自由に生きることを許可したときに、あなたが望んでいた愛や夢や理想が不思議なほど現実になっていきます。ありのままの自分で生きることを許可しましょう。はい、今これがあなたへのメッセージとして送られてきました。お相手が伝えたいことは忍耐です。で、どんなことも耐え抜いていくことで必ず結果を出していくっていうメッセージ、そしてお選びいただいたこちらのエンジェルソング、このカードからもメッセージをもらっていきましょう。あなたは今いる場所にたどり着くために多くの努力をしてきました。途中で迷ったとしても、今までしてきたことは何も間違っていません。しばらくの間、すべてを手放してみてください。正しい道は時間が経てば自ずと見えてきます。あなたの心の中の感情に導かれ、愛はあなたが愛するものにあなたを導きます。はい、エンジェルソングのカードですね。何か今は少し手放す時間を持った方がいい、何かにとらわれていたりとか、自分自身許せないとかね、耐えていくことに対してどうしよう不安だって思うところがあるかも。本当はこう見えているのにもどかしいとかね、そういうこともあるかもしれない。こうね、耐えていきましょう。それは手放していくとだいぶ楽になるよ。迷っている時ほど手放しましょう。正しい答えはおのずと見えてきます、手放すことによって。あとは心が、あなたの心がね、導かれて愛ある道にたどり着いていきます。こんなメッセージです。今回は浅い関係性の恋、あの人からのアプローチがある可能性について見てきました。1番さんはお相手からの動きあります。この方の動きをぜひ受け取って、同じ分のお返しっていうのをぜひね、意識してみてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回は浅い関係性の恋、
あの人から声をかけてきてくれますか？あの人がアプローチしてくる可能性について見ていきます。2番の方、ファーティリティのカードです。よろしくお願いします。まずは浅い関係性なんですが、お相手のあなたに対する印象をもらっていきます。今どんなことを感じてくださっているのか、こちらのシャドウキャットのカードからもらっていきます。はい、こちらの2枚で見ていきます。まずは噂、ゴシップのカードですね。噂、遠くで見ているとかですね。もう一つは謎を解く、知りたいことがある、もっと知りたいとか、謎を解き明かすということは真実にたどり着きたいっていうことですよね。あとは何かね、こう周りの人の話の中にあなたっていうね、お名前だったり存在っていうのが入ってきてるかもしれない。お相手の耳に届いているとかね、かもしれないですね。そうですね、一つはもしね、周りであなたのことが噂になっていて注目が集まっている、そしてお相手にも耳に届いている場合は、それが何なのか知りたいとか、答えを求めているとかね、そういうこともあるし、あなたのことを純粋にもっと深く知りたいなっていうことも伝わってきます。遠くから見ているんだけど、もう近づきたいなとか、知りたいな、こんなこと耳に挟んだんだけど、興味がある、あなたに対して興味があって深く知っていきたいなっていうふうに思っているか、でこれもね、踏まえながら、ではお相手からアプローチしてくれるのかどうか、お相手から声をかけてきてくれるのかなっていうところで、この方の動き見ていきましょう。こう何かね、遠くであなたを見ていたりとか、視線を送っていますね。見ているんだけど、謎を解くっていうのが出てるので、知りたい答えがあるとか、聞きたいことがあるのではないかなと思います。この方からあなたにアプローチをしてくる可能性はありますか？はい、こちらの7枚で見ていきます。お相手の方からアプローチあります。なんかお付き合いするんじゃないかなと見ています。交際まで発展するんじゃないかなと思いました。太陽、ワールド、はい、ワンドのクイーン、ワンドのキングと出てきていますね。もしそうですね、浅い関係性なので、交際でもな、そう、スピード交際に発展しそうな感じもしますね。エンプレス、そしてこう知りたいこととか噂話だったり謎っていうのは決してネガティブなものではないと思うですね。もしそのネガティブなことでお相手に何か誤解を今ね受けていたとしても、跳ねのけるぐらいのカードの並びが出てきてるので、なんか確かめてみたらね、違ったんだっていうふうにお相手が見て聞いてね、あなたに直接尋ねて、あ、違ったっていう風に、全然違うって、印象が変わったっていう風に思うと思うし、そんなにネガティブなことで受け止めていないはずです。なんか注目が集まっている、気になる、遠くから見ていて、こうみんなからもね、話題に上がっていて、興味を惹かれていて、知りたいなと思っているし、こう自分で動いてきますね。こうあなたに対してもういいカードしか出てきていないんですよね。確かにここソードの7番入ってるので、少し前はね、どうやってこうアプローチしようかなとか、やっぱりこの噂になるっていうのが入ってきていて、中にはね、あなたかお相手かどちらかがその対象となっていた、噂話の対象になっていたっていう可能性は確かにあります。その中でもこのお相手は自分の中でかき集められるだけの情報をかき集めて、真実を見極めていったんじゃないかなっていうのを思いますし、誤解っていうのはないと思う。そして今現在もね、ワンドのキングなので、向かうあなたに対して情熱をぶつけているんですよね。
そしてそれをあなたも受け止めるぐらいのお気持ち、熱量っていうのを持っているから、一緒にいて波長が合う、声を掛け合ったらすぐに意気投合できるぐらい相性がいいと思います。お相手からの動き期待してください。もうね、自分は成功しか見えていませんっていうのがお相手のところで入ってるから、課題点じゃなくてもうここはもう期待でしかないって、自分はもうあなたと仲良くなるつもりで行くっていうのがね入ってきてるんですね。はい。そしてもうすべて準備は整っています。環境も、そしてお互いの気持ちも、準備も、心の準備もね、すべて整ってるから、あとはもうおのずと近づいていくだけっていう風に、自然とね流れていくだけですよっていう風に入っています。素晴らしい、素晴らしいですね。いいと思うな。はい。そしてここ最終結果のところにペンタクルのプリンス、つまりはペンタクルナイトのカードが入っていて、ここもやっぱり動きがあるんですね。お相手からの誠実な思い、告白っていう可能性もすごく高いんですよね。浅い関係性だから、そのいきなりねバタッと会って告白受けるというよりは、もう少しこうライトめな感じで、まずお友達からとか声をかけられるとか、なんかこうプライベートの中になっていくとか、その段階を踏んでいくとは思うんですけど、今のあなたにとってはすごく嬉しい展開になるんじゃないかなと思うんですよ。もう浅い関係性じゃなかったら、もうお付き合いとか結婚とかそこまでこう行くぐらいの勢いが出てるんですよね。でも今回は浅い関係で見てるので、少しこうライト目に見ています。何かこうプライベートでお声掛けがあるとかね、そういうことが期待できるんじゃないかなと思いました。では今あなたが、そうですね、あなたに送りたいメッセージ、あなたに送るメッセージとして好転アドバイス1枚と、お相手が伝えたいことももらっていきましょう。まずはあなたに送るメッセージ1枚もらっていきます。こちらですね、花のように咲く、いいですね。今ね花開く時。そしてお相手から伝えたいメッセージはこちらからもらっていきます。今お相手が伝えたいことですね。お相手が積極的に動いてくると思うので待ってくださいね。ここはこちらが失礼しました。こちらがお相手から伝えたいメッセージですね。まずはお相手があなたに伝えたいこと、これね、そのままですね、自然の流れに身を任せてくださいっていうこと。おのずとね、自然の流れで物事は進んでいきます。あなたはそれを受け取るだけなんですとか、あとはその受け取った後に素晴らしいこの豊かな実り、大地を2人で育んでいくということで、まず受け取りましょう。その後に色鮮やかな大地、花々を芽吹かせていきましょう。まずはね、お相手の動きを待ってください。自然と仲良くなるタイミングがやってくると思うんですね。そしてあなたに対するメッセージです。はい。あなたに送られたメッセージは、花のように咲く、あなたの優しさ、人を癒す心はあなたがそこにいるだけで溢れ出ているものです。それはまるで清らかに野に咲く花のよう、その美しい心や心を映し出す瞳、言葉すべてに周囲の人は癒されていることでしょう。あなたは存在するだけで人々に癒しを与え、心を柔らかくする使命を持っているのです。あなたのその笑顔や愛おしさが溢れる日々を送るためにも、自分をよくいたわり、心や体のメンテナンスを日常的に行い、たっぷりと自分を愛してあげてください。あなたは癒しと愛の存在です。お相手からはそのように映っています。そこにいるだけで人々を幸せにする存在なんです。はい。そして自然の流れ、お花と、こちらもね、自然っていうのが出てきてるので、今そのあなたにとってラッキーアイテムというか、自然の力っていうのが今ラッキーアクション、ラッキーアイテムになると思います。自然に触れたり、花々を見たりとか、空気を感じたりするのがいいかもしれません。
そしてお選びいただいたオラクルカードです。こちらは繁栄を表します。でこちらはね、そのいわゆるお腹の中に命を宿している女性が描かれています。女帝とも少し似ていますね。新しい命がここにすでにね存在しています。そしてその命は繁栄していく。このカードは肉体的または精神的な誕生を表しています。またはその両方を意味しています。今あなたが創造、新しく生み出し作り出していく、そして育む時期に入りました。そして巡り巡ってその豊かな巡りを収穫する時がこの後やってきます。今あなたの中で温められているこの新しい誕生に向けたエネルギーが誕生していく、生まれていくんですね。そしてこの豊かな実りをゆくゆく手にする時がやってきますよっていうことですね。繁栄していくっていうカードです。で今すぐではない、その収穫がもう少し先っていうことですね。で今はその肉体的にも精神的にもそのあなたが新しい命を宿しているっていうことです。新しい命というか新しい始まりをね、今あなたの中から出てこようとしているんですね。この時期に入っていて、これを今あなたは育んでいくんです。育むとどうなるかって言ったら、この豊かな大地を後々あなたは受け取ることができますっていう、この自然の流れですよね。ここを感じてくださいっていうのがメッセージですね。はい。でお相手から伝えたいことっていうのもね、待っててってことなんですよね。自然の流れで物事が動いていくから、あなたはここでね、自分の心を癒しながら待っていてくださいというメッセージでした。今回は浅い関係性の恋、あの人からアプローチをしてくる可能性について見ました。お相手ね、その成功っていうところをもうガチッとはめて自信持って動いてくると思います。確信がねあるのかもしれないですね。もう自分が動いたら仲良くなれるとか、あなたからの思いに気がついているとかっていうところがあるのかもしれないですね。ここね、ぜひね期待してください。今追い風ですね。これからもいろいろなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それではこちら3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは浅い関係性の恋、あの人から声をかけてきてくれますか。そしてあの人がアプローチしてくる可能性について見ていきます。こちらルナのカードです。よろしくお願いします。まずは浅い関係性ですが、お相手から今あなたがどのように見えているのか、シャドウキャットのカードからもらっていきます。こちらカード2枚出していきます。はい、見ていきます。喜びの再会、そして運命に抗う。なるほど、その2枚が入ってきています。再会っていう言葉が入ってるので、また再び会えたねとか、1回距離が開いちゃった、会えなくなった時期があったんだけど、また最近になって会えるようになった、連絡取れるようになったとかっていうね、方もいるかも。前気になっていたんだけどね、距離ができちゃって、こううっすらと感情が流れていったんだけど、またこうやって近づいていくことによって、何かこうご縁を感じるっていうふうに思ったり、またこの運命に抗うっていうのもね、すごくリンク性があるなっていうふうに感じます。それではタロットカードを使ってお相手の方からアプローチしてくる可能性について見ていきます。そうですね、これ抗うっていうカードが出てるので、環境とか関係性に対して納得がいっていなくて、それに対してこう
まあ、敵対ではないんですけど抗うってことですよね。いやそうじゃないんだとか、それじゃ納得いかないから違う、こういうふうに持っていきたいんだっていうふうなお相手の思いとかがあるのかもしれないし、あと再会の言葉、再会のカードですね、喜びの再会なので、また会えて嬉しいなとか、また会いたいなっていうことですね、っていうお気持ちもあるんですね。じゃあ会えなかったことに対して抗いたいっていう気持ちの方が強いんじゃないかなと思うんです。あとはここでタロットで詳しく見ていきましょう。はい、こちらで見ていきます。この7枚で、あとカード追加するかもしれません。まずね、いろいろ見ていってるんですけど、そうですね、このね、運命に抗うと、この運命の輪のカードが入ってきていて、どうしても避けられないことがあるんじゃないかって、この人の中の課題で、こう時の流れに抗えないとか、環境だったり、自分では反抗したいんですよ、そうじゃないんだっていうふうに思ってるんだけど、進んでいってしまうもの、抗えないもの、抗いたいけどどうしても進んでいってしまってること、変化だったりとかね、それはどちらかが離れちゃうようなことだから、距離が空くようなこと、出張とか何かがあって遠距離になって離れちゃったとか、移動とかですね、があったのかもしれないし、会いたいのに会えなくなっちゃったとかね、また会いたいなって思っていたりとかっていうね、強い思いっていうのが入っているんですけど、うまくいかないっていうのがね、全体的に入ってきています。で、この人から動くのかって言ったら、動いてみるんだけど結果どうなるか何とも言えないっていうのが正直なこの人の考え、思いっていうところです。動くかどうかをこれから決めたいっていうのが、そうかな。で、動けない原因としてこの運命っていうのが入ってくるんですね。どうしようもならないことだと思うんですよ。動きたくないとか、あなたに近づきたくないじゃないんですよ。また会いたいなと思ってるんだけど、会えない原因がなんかこう自分たちではどうしようもならないようなことがあるんじゃないかな。それに抗ってまた再会したいっていう思いがあるんだけど、もう少し状況を冷静的に考えて、情報を集めて、動くか動かないかこれから決めていきたい、そのためのまあ情報というか知識を身につけたい、どうすれば抗っていけるのかなっていうね、準備をしたいっていうこともそうなのかもしれないし、今そのあなたの方でも割と大変な思いとか環境じゃないですかということで、未来に対しての恐れっていうのもあるし、お相手とうまくいかないんじゃないかっていうね、不安っていうのもそうです。あとは環境的にもまだ整っていないっていうのが出てきてるんですね。そうで、お相手のその流れとかを見ていると、なんとかこううまくやりくりしようと思ったんだけど、うまくいかなかったんだっていうのが入ってきてるんです。で、考えてみたりとか動いてみたりとか、あれこれこう手を尽くしてみようって一度や二度ぐらい思ってやってみたりとか考えたりとか、その繰り返しっていうの、それでうまくいかないっていうのがね、入ってきてるんですね。スパッとあなたのところに向かっていけない何かがあるっていうのが出てるんです。で、それに対して自分自身自信を失ってしまったりとか、なんかこう抗いたいし会いたいって思ってるんだけど、それは自分の独りよがりな思いなんじゃないかとか、そういうことをネガティブに捉えているってことですね。それはあると思います。で、もし動くとするんだったら、前向きに考えて動いていくとするんだったら、どうしたらいいだろうかっていうのが今正直ね、考えてるところっていうのが出てる。もう動くって決めたよではなくて、どうしようかな、どうしたらいいかなっていうところですね。この原因見ていきましょう。何に原因があるのか、対立のカードですね。ソードの5番が入っています。となると対人関係とか周りの環境だったり、あと浅い関係性だから、お相手とあなたが喧嘩するってことはまず可能性としては低い。多分誤解
っていう可能性の方が出てくるんじゃないかな。そのなんかこう仲良くしているところを見てしまって、あ、自分じゃないのかなって思ってしまったりとか、心がこうネガティブになってしまうような出来事が少し前にあったと思うんですね。なんかね、孤立してるっていうのも少し感じるんです、お相手の方が。なんか2人の間で目に見えない障害っていうのを感じるんですね。なのでもうちょっとシャドーキャットからもらっていきましょう。お相手がどうしたいのかなっていうところまではっきりと出てこないんですね。タイミングを逃しちゃったとかっていうお相手もいるかも。あの時ああいうことね、動いとけばよかったなとか、声かけとけばよかったなっていうふうに今がっかりしてるんじゃないかな。うまくできなかった自分に対してもがっかりしてるし、チャンス逃しちゃったって。お相手の本心ってところもう少し見ていくと、本音を見抜く、見抜くカードですね。本心を知りたいとか、本当はどう思っていたんだろう、あの時どう思っていたんだろうとかね。そう、なんかこうまだ決めきれない原因として本心が見えない。もちろん浅い関係だからそうだよねって言われてしまったらそうなんだけど、浅い関係性だからこそ自分から動いていくには、何かこう自信になるような出来事、なんか確信に触れるようなことだったりとか、あ、なんかこう自分からお誘いしても大丈夫そうだって思える何かがね、心の中にないと勇気って出てこないものじゃないですか。そのまだ見えてこないものがあるから動けないってこともあるし、逃しちゃったんじゃないかな、タイミングを。再会のカードも入ってますよね。対立とかこうバタバタしていたりとか、自分たち以外の誰かが割り込んでくるようなことがあって逃しちゃったような気がします。だから答えとしては、この人からアプローチしてくる可能性としてはグレーなんですよね。答えはイエスでもないしノーでもないし、この本音のところを見ていくと、こう自分に自信がついたらとか、あと本音を見抜くだから、あなたがどう思ってるかとか、周りの環境がどうなのかとか、自分にとって有利な方に働いていくのであれば動いていきたいなってところはあります。だってそのあなたに対する印象のところで、再会、喜びの再会だからまた会いたいなっていう気持ちはある。そしてこの今ね、訪れている運命に抗っていきたい、それまでしてもあなたに会いたい気持ちがあるっていうところは変わらず出てるから、問題はその自分の気持ちだったり環境、対人関係っていうところですね。このあたりをクリアすることができれば動きたいなっていうところ、ただそれがクリアにならなければしばらくちょっと考えたいなっていうところが答えです。今の答え、今現在の答え。もちろん先のことは変わっていくので、どうすればじゃあもっとより良い流れになっていけるかなっていうふうに切り替えてみていきましょう。あなたの方で今あなたに送るメッセージで1枚オラクルカードを出します。こちらから1枚出して、ここですね、あなたに送るメッセージ、あとはお相手がこれから、そうですね、あなたがお相手に対してどういう姿勢でいればより良い未来っていうのを変えていけるかなって。今ね、運命のカードが2枚出てるので、抗いたいけど抗えないこと、どうやったらじゃあもっとうまく、キャッチできるのかなっていうね、あなたがどんな風に動けばいいのかなっていうところで、ここオラクルカード1枚とタロットも1枚もらっていきます。あなたの方でどういうことしていけばより良い未来にお互いになっていけるかなって、そのお相手からのアプローチまだね見込めないってなった時に、じゃああなたから動いていけば変わるのかとか、それともあなたはまた違う動きを見せればいいのかっていうところで、あなたがどういう動きをすればいいのか1枚タロットからもらっていきましょう。より良い未来を切り開いていくためにで、この2枚、こちらがあなたに送るメッセージ、そしてこちらのオラクルカードから、お相手が今あなたに伝えたいこと1枚もらっていきましょう。はい、ではこちらのカードですね、お相手が伝えたいことです。まずそのお相手から伝えたいメッセージとして、お互いの違いについてっていうことを、ね、このカードは示しています。お相手が伝えたいこと、
何かが違うと、違うんだけどそれを受け入れることをしてみませんかと、その方がそのお互いの存在感をより確かめ合うことができるし、そのどちらの側面もあっていいのではないかというメッセージです。つまりは夜も昼もあって一日は成り立っていく、陰と陽どちらもあってそれは一つのものであるっていうこと、その違うんだけれども巡り巡ってそれはお互いを補い合えるようなものであるっていうことがお相手からのメッセージです。そしてあとはこちらですね、あなたがじゃあお相手に対してどういうことをしていけばいいのか、ペンタクル6番と友愛の精神ですね。あなたがお相手に今どんなことをしていけばいいのか、そのそれはその今恋愛関係にすぐになれないかもしれないし、そのお友達として接していくとか、今の関係性で接していく、その中でできる限りのことを今お相手に愛情をね注いでくださいと。愛情っていうのはその好きですって伝えることだけではなくて、優しさとか癒しとか輝き、光とか温かさ、あなたの中で今お相手を思いやってできる言動、行動っていうところを意識してやってみてくださいと。あの奉仕のカードですね、無償の愛とか見返りを求めないっていうところかな。今お相手にしてあげられること、今の関係性からその中でもねできる限りのことをやってみる、声をかけるとか、その積極的にアプローチして仲良くなっていこうっていう風に意識しなくてもいいんです。今の関係性の中でできる限りのことをしてみてくださいと。距離があって、まあ、浅い関係性だから、例えば同じ社内で、でまだそこからプライベートの中に慣れていないっていう方は無理してねプライベートの中にあなたの方から働きかけなくてもいい。今の社内でっていう関係性でお仕事お疲れ様ですとか、コーヒーどうぞだったりとか、今できること声かけとかね、会社の中でできることできる限りのことをお相手に注いでみてくださいっていうアドバイスカードです。無理して距離を詰めすぎる必要はない、焦る必要もなくて、柔らかくお相手を癒してあげるようなお気持ちで行動を起こしてみてくださいっていうアドバイスカード。そしてこちらですね、あなたに送るメッセージです。美しい眼差し、真実を知る人の瞳は強く美しいものです。そう、それはまさにあなたの瞳のことなのです。あなたに見つめられた人は心を見透かされたように感じます。その瞳に心を奪われる人も多いでしょう。あなたは瞳で全てを語るのです。あなたが物事をうまく進めたいときは多くの言葉を使うより、その瞳で語りましょう。相手を数秒まっすぐに見つめてください。悪い心を持った者は淘汰され、良き心を持った者はあなたの虜になるでしょう。あなたは強く清らかな瞳で語りかけ、多くの人を正しい道へと導きます。その中にお相手もあなた自身も含まれています。はい、眼差し、瞳のパワーですね、使ってみてくださいって。多くを言葉で語らなくてもあなたの瞳が語ってくれています。お相手を優しく見つめましょう。そしてこちらはあなたに送るメッセージです。そのままお受け取りください。なかなかこう動いていかない、抗いたいけど流れていくものがあるのかなと思います。でその中で今できる限りのことをしていくと、より良い未来へとなっていくのではないかなと思います。ではお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきましょう。これはルナ、満月を表すカードです。メッセージは感情を癒す時です。次の満月までの数日間、あなたはわけもなく心が落ち着かなかったり、不安になったり、泣きたくなるような日々が続くかもしれません。ですがうまくいくと信じて、心を解放させてリラックスしておきましょう。リラックス、心を癒してくださいというメッセージです。そして次の満月チェックしてください。この動画を見た時から次の満月はいつかなっていう風にチェックして、その満月までの数日間、心が揺れやすいっていう風にこのカードは伝えています。だからこそ意識してリラックスしましょう。今あなたに必要なことはリラックス、
深く考えすぎない、マイナスにも考えすぎないということで、心穏やかに過ごして満月を過ぎ去った後に、その時に自分がどう感じているのか、どう物事が動いているのか、どんな状況なのかっていうのを整理してみましょう。今回は浅い関係性の恋、あの人から声をかけてきてくれますか、あの人がアプローチしてくる可能性について見ています。3番さん、ちょっと今現在の結果ではグレーゾーンっていう結果になっています。ただより良い未来を作り上げていくためのポイントを押さえていってますので、ぜひ実行してみてください。未来は変わっていきます。流れを変えてより良い未来をつかんでいきましょう。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。浅い関係の恋、あの人からアプローチしてくる可能性について見ていきました。結果は3選択肢それぞれ結果異なりました。いかがだったでしょうか。そして今回もアフタートークプチ3択占いでシャドウキャットタロットさんからもらっていこうと思っています。こちらのカードからメッセージをもらっていきましょう。で今回は私から動いたらではなくて、あの人から動いてきてくれますかっていうことで、相手の動き、どんな動きがあるかなっていうことで見ていっています。では3択占いでは、私から失礼しました、めくれましたね、私から動いていった場合、失礼しました、今回の3択占いのテーマは私から動くのではなくて、あの人から動いてきてくれるのを待っている間、私はどんなことを意識しておけばいいですかっていうことでもらっていきましょう。私はどんなことを意識してあの人を待っていればいいですか。はい、こちら3枚出していますので、こちらから気になるもの1枚直感でお選びください。選択肢とは全く関係ありません。左真ん中右でお選びください。では今回はこちら左からめくっていきます。左をお選びいただいた方です。支援者、サポーターのカードですね。今お相手を待ってる間にできることありますか。あなた自身が支援するのかもしれない。お相手をサポートする、支えていく、いろんな形があると思います。いろんな方法ね。あとお相手に大丈夫、こっちへ来ても大丈夫だよっていう風に心をオープンにしていくことだったり、あとはお相手が困っていることがあれば手助けしてあげたりとか、ね、導くっていうことですよね。サポート、こう肩貸すよとかね、話聞くよっていう風に声掛けしてあげることも支援のうちに入ると思いますし、今そのあなたができることで支えてあげられることってなんだろうっていう風に考えた時に、見つかった方法をやってみてくださいとってことですね。あとお相手を待ってる間に自分が何しておけばいいのかっていうことだから、あなた自身が支援してくれる人を求める可能性もありますよね。相談に乗ってくれる友達を求めていくとか、アドバイスくれる人を求めるっていうのもいいと思います。では真ん中をお選びいただいた方です。平気なふり、なんかね、カード的にはね、びっくりするようなカードですね。なんかこう衝撃が走るようなことが起きるかもしれないし、今あなたの環境や心がそうなってるかもしれないけど、平気なふりをしておきましょうとか、あと近づかないとか、これ怪しいなとか危なそうだなと思ったことには乗っていかないとかね、っていうことも大事かな。心にもないことを言ったり、言動行動に起こしたりするのも控えておいて、あと何かこう言われたりとか、お相手じゃなくてもね、周りから嫌なこと言われたりとかしても、ここはね、こう反撃するとかせずにスルーしておきましょう。心苦しいことあるかもしれないですよね。辛いとか不安とか、誰かにこう言われてなんか気になるってことがあるかもしれないけど、まずね、穏やかさを取り戻すためにゆっくりと過ごしておきましょうということで、あとは右をお選びいただいた方です。夢見る子
子猫ですね。お相手を待っていましょう。そのまま穏やかな気持ちで待っていてもいいんじゃないかなと思います。もうお相手からやってきてくれたら自分はこんな風に返事しようとか、もう見えていたりとか考えていることがあると思うし、そのままこう楽しく夢見て待っていてねっていうようなメッセージですね。このままいいと思います。予感もしてると思いますから、ここはね穏やかに過ごせるんじゃないかなと思います。今回はこのようにプチ三択占いそれぞれのメッセージをお届けしました。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。